皆さんこんにちは、ベースの秋吉です。今日もですね、前回に引き続いてパントマイムをやっていきたいなと思います。前回はですね、パントマイムのテクニックをやる前のストレッチを教えていただきました。じゃあ今日はですね、早速使える壁っていうね、テクニックを教えていただけるってことで、この先生をお呼びしたいなと思います。佐藤秀弘先生、よろしくお願いします。これは、これ本当に壁があるんじゃないですか。はい、こんにちは。素晴らしいですね。佐藤秀弘さんです。そうです。先生、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。早速ですけれども、はい、壁をね、まあ、前回ストレッチさして、はい、教えていただきましたけれども、はい、前回ですね、はい、いろんな関節分解しました。分解しました。そして本日はいよいよ、的なところで、まあ、皆さんよくご存知のパントマイムといえば壁ですね、はい、よく見ますよね、まあ、イメージはありますよね、はい、もうパントマイムしたらみんな入っちゃう、はい、パントマイムねってやります。ほら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 ってやるじゃないですか。ちょっと先生とやっぱ全然違いますか。はい、でね、あの壁ね、本当はね、あのなんやかんやってとても難しいんですけども、なるほど、本日はもう初心者でもすぐできる壁、ありがたい、まずはそこからこうお伝えできればなと思います、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですけども、はい、壁なんですけども、この正面にですね、壁があるつもりで、ちょっとじゃあ井上さん、壁に触ってみてください。すいません、はい、正面に壁があるんですね、はい、イメージで、はい、触ってみてください。ほらほらほら、はいはいはい、ほらペタペタペタほらほらほらになりますね。はい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 、はい、OK です。はい、まあ皆さん、どうですか。はい、もう最初はみんなそうなりますよ。ペタ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 ね。ペタペタでしょ。はい、そうなりますよね。はい、はい、でまずあの壁触るときですね、もちろんあのペタッと触っていただければいいんですが、これ触ったときにペッとね、ちょっとね、やっぱり開く、手のひらを開く、開くってことですね、はい、ですね、こう緩んでたのをピッと開いて、はい、で気をつけていただきたいのは、こう来たときに、こうなっちゃうと、もう壁後ろになっちゃうんで、壁後ろじゃないですかね、こう前に、なるほど、前にありますからね、後ろに行っちゃいけないんですね、はい、後ろに、前に、はい、ちゃんと前に、はい、前に、はい、こう両手だと前に、はい、あ、いいですね、はい、あ、これなんか、はい、YouTuber とか、はい、はい、って始まりましたみたいな、そうですね、感覚で、はい、でもこうどうですか、ちょっともう、はい、ここに見えてきたら、ここになんかハイタッチですね、ハイタッチ、はい、なりました、はい、はい、はい、そうですね、はい、で、ここからですけども、まず、誰でもできる壁ということで、うん、はい、もちろんね、ここにこうやってるだけじゃちょっとつまんないんで、まあ、こっちにも壁があるぞと、なるほど、なるほど、こっちにも壁があるぞと、そしてこっちにも壁があるぞと、もうあの四方全部壁に囲まれちゃってるぞというところをですね、うん、あのこれも初心者でもできますんで、一回あのぜひやっていただければと思うんですけども、まず必要なのは、まずこのさっきやったピッってやつですね、はい、ピッってやつもあるんですけども、体ですね、あの前回やりました関節の分解というところをやったんですけども、まず上半身を正面からまずこっちの左に向いちゃってみてください。はい、上半身を、はい、はい、はい、ただもうこっちもこっちの壁っていうか、こっちのね、ところを向いたまま下半身をこっちに戻すと、はい、はい、同じようにまた左向いて、で、はい、下半身をそのまま、はい、はい、はい、でこっち向いて、こっち向いて、で下半身も、はい、はい、でこっち向いて、こっち向いて、はい、で、はいと。でこれあのなるべくぐっとね、あの上半身ひねっていただいて、なるべくこう左向いた時にちゃんとこの体、上半身がこっちに正面にちゃんと向くようにしていただきたいと思います。はい、はい、でまず第一ステップ、はい、うん、まずこう壁1回触ります。はい、でとりあえず1回離してみてください。で、次こうまた上半身ひねった時にちょっと触ってみましょう。で、このままさっきやった下半身をこっちに戻します。はい。で、また一回ちょっと離してみてください。そしてまた上半身をひねった時、同時にピッと
そして下半身を戻していただく。はい、また。で、また上半身ひねったら壁を触っていただく。はい、ここか。はい。で、はい。で、壁から離して、また上半身ひねって、ピッとピッ。で、はい。離していただく。これちょっと連続でやってみますよ。はい。いいですか？で、左にピッ。下半身ピッ。離します。左にピッ。下半身ピッ。離します。左にピッ。下半身ピッ。離します。左にピッ。はい。まずここまで。どうでしょうか？アギオさん、ちょっとじゃあ挑戦してみてください。はい。あ、間違えた。はい、こうして離してひねった時に触る、はい、はい、触る、はい、触る、はい、触る、はい、はい、OK です。 OK でございます。なるほど、はい、いいですね。はい、じゃあもう一つちょっと、ワンランク一個上に上がりますよ。お願いします。はい、じゃあまた同じく触ります。次、右手をだけ離す。右手だけ離す。左手そのまま。はい。で、意識、左手ここのままですね、ここに止めといていただいて、上半身またこうひねっていただいたときに、右手こっち触る。ふぅ、はい。すげえ。はい。で、左手離す。はい。で、下半身を正面に戻したときに左手触る。はい。はい。はい、じゃあ右手離して、こっちにひねったとき触る。左手離して、下半身戻したときに触る。もう一回、じゃあ左、右手離して、上半身ひねって、で、触る。左手離して、下半身が動いたときに触る。もう一回、じゃあ右手離して上半身がひねったときに触る、左手離して下半身触ったときに触ると。これをじゃあちょっと連続していってみますよ。はい、はい、離して触って離して触る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 。おお、はい、いいですね。ちょっとじゃあ秋吉さん一人でちょっと挑戦してみます。これはちょっとね、いろんな動作がありますんで。はい、いいですか。大丈夫。ちょっとやってみます。はい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 、はい、こう、はい、はい、はい、OK です。いいじゃないですか。いや、なんか、はい、合ってるかどうかも分かんないんですけど。いやいやいや、大丈夫です。もう見えてますね、皆さん。周りにね、壁があるように見えてます。本当ですか？画面もし見えてるのか、はい、分かんないけど。そしてじゃあもう一個、さらに一個上のレベルで。もう無理です。大丈夫です。今からできればいけます。はい、はい、今ね、一個ずつ、きっちりきっちり一個ずつやったんですけど、はい、もうちょっとですね、スムースにように、今これ右手離した時に一回下げましたけども、右手離したらそのままひねりながらこっち触ってみます。あ、なるほど、はい、ひねりながらですね、はい、壁上半身ひねりながら、はい、で右手も離したらそのまま下半身動いてそのまま触ります。はい、はい、でこのまま一緒ですね。右手離して上半身ひねりながら触る、左手離し下半身を、はい、で右手離して上半身ひねりながら触ると、左手のどこかに、はい、右手離して、はい、で、はい、あ、はい、スムーズにこういくわけですね。もう一回いきますよ。もうちょっとじゃあスピードアップしますよ。お願いします。はい、じゃあ右手離して、はい、左手触って、はい、右手離して、はい、左手触って、はい、はい、右手離して左手触って、はい、どうでしょう。ちょっとじゃあ
ちょっとやってみますね。やってみてください。はい、じゃあ皆さんも一緒に、もしよかったら一緒にやっていきましょう。はい、いきます。こうして、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 はい、こうして、こうして、はい、どうですか。はい、バッチリでございます。ありがとうございます。はい、やった。はい、やりました。はい、じゃあちょっとね、ついでに逆マリもやってみましょうか。逆もあるありますか。逆もちろん、もちろんこっちもあったんで、こっちもやってみましょうよ。あ、ちょっとこれは、はい、ちょっとね、こっちいきなりこう最初こっちやるとね、こっちがちょっと得意になっちゃうよね。なかなか確かに確かに、あの、難しいと思うんですけども、じゃあ一旦ちょっと、じゃあ1個ずつやりますね。じゃあまたね、こうやってね、はい、じゃあ次左手離してひねりながら、こっち向かえるもんね。はい、はい、で右手離して、はい、左手離して、はい、右手離して、はい、左手離して、はい、右手離して、はい、左手離して、はい、右手離して、はい、と。さあ、じゃあどうでしょう、一緒に、一人で。これ左、右の方が難しいのかもしれない。あ、まあ、ちょっと最初にやっちゃった方がね、やっぱ得意になっちゃうのあるんですけども。向き不向きあるのかもしれないけど。はい。あ、じゃあ皆さん一緒にやっていきましょうっていうことで、はい、じゃあ逆側行ってきます。はい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 、OK です。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。あ、はい、ありがとうございます。はい。まあ、あと気をつけていただきたいのが、やっぱ最初に言った通り、例えばこう行って、次こう行くときに、こっちに一回壁の外に出さないようにしてください、手をね。あの、こう、こう出しちゃう、出しちゃう。こうなんか大きくね、振って、こうやっちゃうと壁の外になっちゃうんで。壁じゃなくなりますね。はい、まあ、できれば、まあ、こうしたらちっちゃくね、こう、なるべく体の近くを通らせて、手前からちゃんと触っていくように。すごい、ね、そういうところも考えながらやってるんですか、はい、皆さん、ハンドマイクの方ですよ。やっぱりね、空間のイメージっていうのは非常にですね、やっぱり厳密に、捉えてやっておりますので、はい。じゃあ、そこも、やっぱこう、なんて見てる方たちが不自然な感じにならないように、はい、再現するということですね。そうですね。うん、はい、もうその辺ちょっと壁ね、割と、簡単にできるんじゃないかななんて思ってらっしゃる方もいると思うんで、でもね、あの、今ぐらいのやつだともうすぐにね、もうできますんでね、ちょっと皆さん挑戦してみてください。はい、はい、で、壁ね、まだまだね、こんなもんじゃなく掘り下げますとですね、まあ、非常にですね、あの、奥の深いテクニックでございますので、今のもなかなか壁のテクニック的には、はい、まあ、いろんな段階ありましたけど、はい、まだまだやれちゃうんですか。あるんですよ、あの、壁だけでも、はい、壁だけでももうね、壁に始まり、壁で終わるっていうぐらいでございますので、ね、家に始まり、家に終わるみたいな、そういうことなんですね、今ね、本当に、はい、あの、ぜひですね、もうちょっと掘り下げられればと思っております。とりあえずね、今日はね、これぐらいで、そうですね、初心者でもできる壁ということで、ありがとうございます、先生、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん挑戦してみてください。イエイ、はい、じゃあ先生、すみません、じゃあ、はい、次回もちょっとお願いしたいなと、まだ夏休み長いんで、はい、はい、もちろん、じゃあその掘り下げるやつ、はい、そうですね、壁のですね、まあ、今日初心者レベルでございました。次ね、ちょっと中級者レベルの壁をですね、中級者レベル、はい、中級者レベル、はい、はい、まあ、ちょっと、ちょっとだけ紹介すると、いいですね、まあ、空間に、やっぱパントマイムって空間にこう何かあるというものを表現するのに必要なのが、うん、手を空間に止めて、うん、まあ、動かさないと、うん、すごい、はい、いけないテクニックが、あららららら、これがやっぱ一番醍醐味でございますので、面白いですね、はい、ここで見ててもなんか、はい、何かがあるみたいな、そうなんです、見えますね、はい、やっぱりそういうね、あの、パントマイム用語で専門的な言葉で言うと固定点って言っていいですね、固定する点ですね、点を固定する、なるほどなるほど、はい、そういう、テクニックがございますので、まあ、次はね、それを使った壁、まあ、今ちょっとやってみましたけども、そういった感じの壁をぜひですね、ご教授したいなと思います。わかりました、はい、それではじゃあ先生、次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、さよなら、また見てください、チャンネル登録待ってます、さよなら、イエイ。